はい、どうも、お茶です。じゃあ今日もね、デビルメイクラやっていこうと思います。最近ほんとね、このゲーム積みかかってるっていうか、もう積みまくってるんで、もう今日はね、しっかりとね、動画を見てちょっと勉強してきたんでね、もう積むなんて言葉は今日はね、使わないと思います。多分じゃない、絶対。ということで、ばっこりね、アイテムを買っていこうと思います。まあ、まずは、イエローブ。これはね、絶対必要なんで、2個買いましょう。からのバイタルスター。279しかないんで、ここはもう仕方ないですね。さあ、行きますか。別れた形見。竜を葬りって書いてあるから、またこれ多分ボス戦結構鬼畜。何これ。あ、鏡の世界入ったのかな、多分。ちょっとここ割ったらね、なんかありそうな気がするんで。よいしょ。なんもないな。というかさ、デビルメイクライと言ったら、エボニー&アイボリーじゃないですか。ハンドガン2丁拳銃の。全く使ってないというね。なんだこれ。あー、いるね。よいしょ。一発は草。マジかよ。一発で死んでったぞ、マネキン野郎。ただの置物と化してたな、もはや。さあ、上へ登っていって、なんかありますね。いかにも不気味な扉が。これ割れる？無理か。ここ割れそう。あー、こういう選択肢ルートなの？あ？右行けないよね、これ多分。左しか行けないやん。さあ、おっと、これコロシアムですね。あれ？これも早速ボス戦の匂いがする。いやー、マジか。2体？そ、いて、は？ふざけんなよ。今見ました、皆さん。これひどいよ。よいしょ、よいしょ。てめえらほんとよ、こら。その不意打ちは誰も避けれない。おいよ。こう。なるほど。ちょっと。いで、は？お前、ワープ持ちか。なるほど。よいしょ。おいしょ。おいしょ。なんか来る。なんか来るんで、OK からのグレネード。グレネード。こいつずっとワープしかしないんだが、一体ずっと針打って、ワープするとか言う。OK。これでダメージ稼いで、グレポンで、デビルゲージを貯めていくってやり方が確実かな。こいつずっとワープしてくんだけど。よいしょ。で、これやると、体力もね、地味に回復してくんで。てか、竜ってこいつらもしかして。てか、これダメージ当たってる？いて、やばい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 。これはさすがに、ちょっと今攻撃モーション見えましたね。もう使うしかない。おっしゃ、はい、避けていく。甘い。これが格ゲーで鍛えられた反射神経。ちょ、まだいる。これディシディアで鍛えられた、もう周りを見る能力ね、これが。さあ、使っていきましょう。いけ、ちょ。一体死んだくせえな。オッケー、ちゃんとダメージ当たってるね。あと一体ならこいつ雑魚じゃねえ、だって。おいおいおい。いて、ちょっと予備動作が、ん？なんだ？なんだなんだなんだ？無敵入ってんだが？なんか、やばいモーション来た。大丈夫？ほい。もう一回これ。結局これが大ダメージなんで、オッケー、勝っていく。いやー、ちょっとねー、さすがの、格ゲーとディシリアで鍛えられた俺でも、なかなかきつかったっすね。けど、まあ、鳥よりは弱いかな。ってか、これ、中ボスかな？もしかして。うわ、中ボスかよー。多分。うわー。
マジか。ちょっと辛い。見えねえけど。いる、なんかいる。よいしょ。迷路っぽいっすね、ちょっとね。ここに来てステージが変わるという。こっち行っていいのか。先、こっち行ってみるか。あ。はいはい、まだね。じゃあ、これ壊そう。多分ね、いるんで。しかもこうやってね。絶対いる、これ。当たってる。当たってるね。オッケーオッケー。これね、バイオハザード。初代のバイオハザードみたいなね。定点カメラは、これが基本ですよ、これが。ほい。見えないんでね、先が。こうやってね、索敵していくしかないと。オッケー。こういうカメラになったらば、オッケー。おい、おい、おい。なんか撃ってる。危ね。またこれ、くっそ湧いてくるやつですね。初代デビルメイクライの特徴らしいです、これが。で、これが難しいゆえんらしいです。難易度が高いっていう。ほい。ほい。お前どうせこれではめれるんだよな。ちょっと遠く行っちゃうんで、オッケー。さあ、ばっこり敵をなぎ倒していく。よし。で、この中入ればいいのかな？うわ、また醜いカメラ。なんか、斜めってるな。ちょ、方向感覚が、取りそう。いや、あれボスじゃん、絶対。いて！は？ちょっと。これ皆さんに伝わるかわかんないけど、デモンズソウルの、竜の神っていうボスがいるんですよ。それに似てんな。これ多分、謎解きで、は？え？え？どうすればいいんだ？火を、なんかタイミングよく、剣で跳ね返せっていうことらしい。見ててけ。行くぞ！おい！はいや、お前！発生早くね、それ。わかった。溜めて、こう！おい！来いや。こう！おい！もう一丁？おい！オッケー！なんだよ、竜って、こんなのかよ。しょうもな。もうちょっとなんかかっこいいドラゴン的な存在かと思った。らいけるらしいね、これで。足音がマジでバイオハザード。のなんかあの、初代の洋館編のさ、絨毯の上歩くときの音、ポッポッポってすげえ似てる。で？あ、で上行けばいいか。了解了解。なんか上にあったもんね。ほらほらほら。なんなんあれ？ゼルダの伝説みたいな、ギミック。多分消える床ですよね、これね。ほっ。ほっ。超むずくね、これ。大丈夫か？え、鬼のようにむずいんだが？はい、ということで、着きました。これで OK ですね。月光水。よし。これね、別に色が出てる時だけ、ジャンプして渡るってことじゃなかったっぽいですね。なんか結構簡単でした。で、また戻って、あの無限湧きする奴らを、まあ、一応今度倒しときますか。あいつら一応レッドオブとかね、落としてくれる。ありがたいんで。そろそろエアック回復とかね、欲しい時期なんで、あれあると超便利なんですよ、マジで。よいしょ。もうこれだけでいいんじゃねえのこれ。おい。で、ここに来たら、やべ。よいしょ。ここら辺からずっと撃っときますか。この右上じゃなくて、まあ、上になんか、なんて読むな、ドゥルみたいな風に出てるときは、当たってる証拠なんで、ほい。にしても、ほんと数多いな、これ。お前ら、グレポン一発で死ぬんだったら出てこなくていいのに。俺にオーブを分けてくれるために出てきてるんでしょうかね。
いや、これグリーンオーブ落としてくれるのもすごいありがたいですよね。あいつはもう時間かかるね、無視で。ほい。ってことで、これでクリアかな。あんな火の玉弾き返すなんてさ、ヒントでもないと絶対わかんないでしょ。あれ、まだクリアじゃない。うわ、まだいんのか、ボス。いやー、マジか。A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. ダンテよりお前を使いたいんだが、ストーリーで。なんか本格的に、最後ら辺って感じしてきましたね。とっとこいつと最終決戦か。なんだこれ。やべ!おい、お前これ。ヤムチャの早期弾みたいな、来たんだが。これは避けて、いででででで。で、おい、やめろ、早期弾。それでどうやって避けんの?オッケー。剣で攻撃。お前それは、あー、やべ。やるやん。おいおい、結局これなんすよこのゲームは。おいおいおい、こいつガードしたら絶対暴れてくるっていう性質があるんで、はい、その転移みたいなのやめてね。おい、撃ってこいよ。うわ、え、減る。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あのさ、俺失敗したかも。こいつに回復残しときゃよかった。うわー、いって。え、こいつクッソ勝てんだけど。プレステ3がフリーズしました。ハメ。やっちゃった。やべ。よっしゃー。
やっとクリアしました。一回プレステ3がフリーズして、今までやってたやつがね、時間とか全部リセットされたんで、今12分55って書いてありますけど、今ね、撮ってる時間を見ると、1時間3分ですね。1時間3分。そんだけ本当に苦労したってことで、いや、最後、勝った時、魂の叫びが出ましたがね。あれが俺の気持ちです。はい。ほんと勝ててよかったです。マジで積むと思いました。ほんとに、今回はね、今までと比じゃないぐらいに、ほんともう難しすぎて、マジでもう、今涙目です、ほんと。軽く。はい。ってことでね、今日はね、こんな感じの動画になりました。ほんとね、よかったです、勝てて。ご視聴ありがとうございました。失礼します。